今回もですね、私から第3弾のバスケット書籍魔法のワンオンワンレッスンということで、この度リリースさせていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今回のこの第3弾っていうのは特化しているものってどういうところなんですか？この名前の通りですね、ワンオンワンに特化した形で、うん、いろんな実践に使えるスキル集っていうものを詰め込ませていただきました。大学の時からワンオンワンの力っていうのは突出してたわけで、そこからまあ進化して社会人で揉まれて優勝ね何回もされてて、そこもまたこうワンオンワンが特化したまたレベルが上がったその集大成というか。そうですね、もうまさに集大成です、うん、いろんなドリブルテクニックだったり、はい、シュートフィニッシュであったりだとか、ディフェンスと前を作っての外角シュートとか、うん、1対1で起こりうる全てのスキルをもうこの一冊にもう完全に詰め込んで詳しく解説しています。バスケットボールというのは必ずディフェンスがこういるものなので、ディフェンスがいる中でどういうふうにボールをもらったらいいのかっていうのを、はい、やっぱこの本にはふんだんに詰まっていると。そうですね、もうバスケットに取り組まれている皆さんの悩みを解決する、うん、かゆいところを書かせてもらう、そんな内容に、しています。しかもこれ福岡第一高校の入口先生にもお墨付きを、はい、いただいてるみたいで、本当にですね、もう昔から井手口先生の福岡第一高校さんの試合もさせていただいてますし、はい、今回井手口先生も言われている基本と技術とやっぱりセンスの部分、もう本当にこの3つをですねテーマにしてお届けさせていただいています。毎回この QR で確認できるのがもう本当にありがたいですっていう読者さんから、たくさんそういったフィードバックいただいてましたので。おー、なるほどなるほどなるほど。こういう形でもうかなり細かく動画で詳しく解説してますので、これはまあもうね、以前もそうだったんですけど、やっぱり分かりやすいですね、はい、動きが直接目で見れるっていうのは、はい、やっぱバスケットにとって大きいので、はい、素晴らしい教材をまた出しましたね。これね、1対1の駆け引きとか、はい、相手を出し抜くスキル、はい、こういったものって本とかだけで見ていても実際の駆け引きって、ええ、その本とかの行間を縫うようなものだったりするじゃないですか、ええ、こういった言語化されていないワンオンワンのからくりですね、そんなノウハウを詰め込ませていただきます。もう大学からそうなんですけど、やはりその中川さんらしく人が目がつかないような見落としがちなところをかなり深くそこをこう広げていって、また新しいスキルにこう変えていくっていうようなイメージが僕はしてるので、はい、そのあたりっていうのも本当に面白かったですね、はい、で今回ですね、特別に はい、この動画をご覧の皆さんにこの本編の中でお伝えしているワンワンのスキルをちょっと一度実演してお見せしようかなってことで、この中身のやつを、はい、一度ちょっとあちらに来ていただいて。ああ、わかりました。はい、それではですね、もう実際のワンオンワンの実践スキル、ちょっと一度ご覧いただけたらと思います。はい。それでは行きましょう。あ、いいですね、グッド。はい、いいですね。受けてからの、はい、いいですね、はい、グッド。コンタクトも申し分ないですし、はい、スピンの速さもいいし。スピードがない選手が一瞬で加速する、ある方法があるんですよ。はい、はい、グッド。はい、ナイスムーブ。あ、いいですね。はい、グッド。はい、ブーム。さあ、行きましょう。あ、いいですね。はい、いいです。グッド。ナイス。